全然関係ない話なんですけど、まあ関係ないというか対馬つながりなんですけど、あの NHK 党の立花さんを、刑務所に送り込むカードを DJ 社長が持っています。説明すると、NHK 党というところの党首ね、あのなんか最近あの 党の名前がなんかあのなんか女子48党とかに変わったんですけど、であそこの党首の立花隆さんという人が、脅迫と威力業務妨害をやっていて、であのまあ東京地裁で有罪になって、東京高裁で有罪になって、で最高裁であのまあ有罪になりましたということで有罪確定なんですよ。で懲役2年6ヶ月で執行猶予4年なんですよね。でまあ、あの執行猶予4年というのがつくと、4年間の間に一切その犯罪をしなければ刑務所に入らなくていいですよっていうのなんですよ。でなので4年間おとなしくしているのがあったかなと思いきや、昨日あのホリエモンさんと立花さんがあの生配信をしてたんですけど、でそこで立花さんがあの DJ 社長とタイに会って、であの勧められて大麻を吸ったって言ってたんですよね。なんか久しぶりに、あ、いや違う、初めて大麻を吸ったみたいなこと言ってて、まあ その時点でどうかと思うんですよ。あの一応その大麻吸っちゃいけないよねっていうのが一応日本の法律上あるので、まあその時点でどうかと思うんですけど、なのとはいえ、まあまあ、 あの一応その家にそのなんか大麻を日本に持ち込んだわけじゃないので、あの有罪にするのはすごく難しいとは思うんですが、で問題はあの DJ 社長に勧められて大麻を吸ったというのが、DJ 社長が他人に、違法な薬物である大麻を勧めたというのを、その大勢の人が見てる YouTube で言ってしまったんですよ。で、それが虚偽である場合、実際大麻を勧めてません。で、そのじゃあ大麻をそのなんか吸ったこともありません。であれば、その違法行為を勧めたというのを、その多くの人が見るところで言われたっていうので、まあ普通に名誉毀損成立しちゃうんですよね。でもう一個のパターン、あの二人で本当に吸ってました、なので名誉毀損にはなりませんっていうのをした場合は、うん、吸った証拠出したらそれは大麻取扱法違反で有罪だよねっていうことになるので、あのどっちに転んでも面白いことになるんですけど、なのであの今だとね、多分 DJ 社長ね1億ぐらいあの言ったら払ってもらえると思うんですよね。要はそのまあこれから名誉毀損とプラスしてその2年6ヶ月の刑務所入るになっちゃうので、なんで2年半刑務所の入るの比べたら1億ぐらい払うよみたいになると思うんですよね。要はあのガーシーさんに3億円払ったみたいな話があるので、立花さんはなのであのそのカードをうまく利用するといいんじゃないかなと思いました。はい、すごくどうでもいい話からスタートしました。